K1 名古屋大会プレリミナリーファイトの第4試合、フェザー級 57.5 キロリミットです。画面右に若狭市会館の高橋直樹、左に名古屋 JK ファクトリーの新見隆人、地元での戦いに臨みます。新見ほら両者今コーナーへと散りました。3分3ラウンドで行われますプレリミナリーファイト。2連勝を狙うのはこの赤のグローブ、新見隆人です。さあ第1ラウンドスタートです。赤のグローブ、サウスポースタイル、新見ミドルとローを放っていきました。高橋はそれにワンツーで応戦していきます。青のグローブです。今日は髪の毛を青に染めてきた高橋直樹、序盤からプレッシャーを新見はかけていく。中村さん、前に出ますね、新見しっかりと。そうですね、基本的にやっぱり僕の初代新見選手はこのね、じじじ前に出て、はい、攻撃をどん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 こう手数を出してテンポが上がっていくタイプだと思うので、はい、まあ、ここはまずね、自分のこう流れをやっぱ掴みたいところでしょうね。一方の高橋の方ですけれども、まあ、敗れて、まあ、勝ち星こそないんですけれども、はい、実力は見せてますよね、ここの2試合は。そうですね、うん、やっぱりその持ってる、ね、ものはすごくいいものがやっぱあると思うので、はい、まあ、それをね、結構勝利につなげられるかですよね、うん。まあ、その勝ってこそこのリングです。左のミドルで前に出てくる新見、そこにワンツー高橋、まあ、新見選手はこうやっぱりサウスポーでインローミドルだったりいろんな蹴り出していって、はい、高橋選手はそこにこうパンチを合わせていくっていう展開ですね、ここは、うん。まあ、新見高人は鉄、そして佐野天馬、こういった強豪を破ってきています。あっと、ここはインローが下腹部に当たってしまいました。高橋直樹の方は今年の6月に他団体からこの K-1 ジャパングループのリングクラッシュへとやってきました。クラッシュの初戦では森坂陸に判定0対1、まあ、規定の票数に達することがなくドローということとなりました。下からこう突き上げるような形で当たってしまいました。新見対高橋、サウスポーとオーソドックスだとたまにあるそうですね、インローの内股を蹴るタイミングになったりで、やっぱどうしてもちょっと当たりがちというか当たりやすい展開ではありますよね、はい。高橋は前回は9月に試合を行っていますクラッシュ105、伊沢奈美人との試合、まあ、あの伊沢との試合も本当にこうローキックに苦しんだ試合でしたけれども、ただもう最後まで絶対に倒れないぞっていう気の強さを見せましたよね。延長まで行ったんですよね、確か、はい、お待たせいたしました。それぐらい強さも持ってる選手なんで、うん、他団体でベルトを巻いてこの K-1 グループへとやってきています高橋。動いて距離を取る、試合が再開されています。ミグク、新見強烈、一瞬顔面をかすめたように見えました。新見のこの前に出しているこの右腕です。この拳が高橋の顔面捉えたか。高橋はただまだ動きを見せています。高橋はパンチのコンビネーションいいですね。そうですね、ロープを背負っている、そこにワンツー入っていく、距離を戻すか。いやー、しかしまた圧力、新見、うん、ブレイクです。かなり高橋はパンチ主体のスタイル。そうですね、まあ、ただね、こう前にやっぱりね、新見選手が出て、新見選手の方がまあその蹴りだったりうまく攻撃出していってるんで、そこの、はい、勝負ですよね、うん。まあ、この蹴りも混ぜながらというのが新見です、はい。まあ、ローキック、そしてミドルと散らす、今度は前蹴り、うん、あっと、このパンチをしっかりと届いてくる、うん、遠いところからも新見隆人、蹴りの距離からのパンチでした、うん。ここで第1ラウンド終了です。
K1 名古屋大会プレリミナリーファイトの第4試合フェザー級の一戦です。青コーナーには高橋直樹、そしてこちら赤コーナーには新見貴人です。第1ラウンドが終了しました。中村さん、第2ラウンドどう動いてくるかですね、はい、そうですね、まあ、そんなにまだね差はなかったと思うので、はい、2ラウンド以降どう変わってくるのか。新見選手はあんまりねこうリズムとかテンポを変えるタイプじゃないと思うので、はい、あのままどっかでねこう削り勝つみたいなスタイルでいくと思うので、高橋選手としてはそこをこうさせたくないところだと思いますね、はい、やはり圧力をかけてくるのはこのラウンドも新見か。うん、ここもコーナー背負う高橋直樹、リング中央に戻ってもまた前に出ていきます新見。ここはまたローブローか、拳のあたりを気にしているか、選手の回復を待って試合ローブローですかね。ローブローじゃないですかね、ちょっとここまた攻撃が入ってしまったでしょうか。あーっとこれは奥足切ろうとした時にどうか別の部分が当たった感じですね。ただやはりこのラウンドも出てくるのは新見の方ですね。そうですね、うん、このスタイルを維持して前へ前へというところ、まあ、高橋はこの第1ラウンドに続いてこのローブローを食らうという形となってしまいました。今回復に時間が取られています。まあ、この新見貴人の印象として小さな木村実のような選手だと、ガードも上手でしっかりとパンチでも前に出てこられる選手だと高橋はこの新見の印象を語っていました。そしてこの新見貴人、地元名古屋での試合はプレリミナリーファイトでの出場というのは非常に悔しいと語っています。本戦に出るためにももっと前の試合で印象に残る試合をしないといけなかった、そう語っていたのが新見貴人です。お、再開できそうですね。新見に対して注意が与えられました。再開いたします。再開です。第2ラウンド、あっとここもか、ちょっと足が当たったか。さあワンツーです。高橋ボクシングからこの格闘技を始めたという高橋、パンチには自信があります。第2ラウンドはまだ2分以上残っています。右はこれはガードをしっかりしている新見、膝を突き上げた高橋、左ミドル蹴っていきます新見です。おう、ダイナミー、新見の左ストレート、まずダウンを取りました。いいタイミングでしたね。そうですね、やっぱりこうしっかりね新見選手がこうプレッシャーをかけていってる、プラスこう、ね、攻撃 の、 このバランスもいいので、はい、やっぱそれが結果的にパンチアップ当たりますね。さあラシュグ、今左のストレートもまた当たった、膝を混ぜる打ち合いになるか、蹴りも冷静に入れていきます新見貴人。左のストレート陽一、ちょっと顎が当たった高橋直樹、ちょっとダメージありそうですね。高橋選手もパンチ返してるんですけど、はい、ちょっとこう、なんだろうな、あんまりこうしっかり踏み込んで打ててないんで、もうちょっとなんか手打ちっぽいんですよね、パンチが、さあ、ダウンを1個取ったのは新見の方です。逆に新見選手はね、こうパンチに行く前にもあえてね、ちゃんとミドルを蹴ったりとか、はい、さあ、左は、その前もいい左のストレート、高橋の顎に当たりました。さあ顎が上がってきているか、高橋直樹ガードも少し下がり気味になっている、このミドルがあれですね、新見選手にとってはもう試合を作るポイントですね、はい、さあ下がる高橋、新見は追いかけてくる、残り20秒第2ラウンド、ああ右のストレート入ってくる、その左のミドルに右のストレート合わせました高橋、ボディフック高橋、残り時間わずかです、この第2ラウンド。
ここで第2ラウンド終了。ダウンが1つあったのは高橋尚樹の方、新見の左のパンチでした。まあ、やはり圧力かけ続けるとああいうことが起こるということですね。そうですね。まあ、あとはそのやっぱりこう攻撃の、ね、まあ、バランスがいいですよね、新見選手の方が。左ストレート、ここでした。顎先を捉えています。それもしっかり蹴ってるから。そうですね、というところですか。はい、あとやっぱりね、自分が前に出てプレッシャーもかけてる展開なんで、やっぱなかなかね、新見選手があれだけ前に出てこられる高橋選手としては、まあ、動いてね、攻撃返そうとは返してるんですけど、はい、やっぱ動きながらパンチをやっぱ返すっていうところではね、強い攻撃が出せなかった、時間が長かったかなと思いますね。うん、今右にいたのは高橋尚樹の弟の萌え選手です。高橋尚樹選手の妹の萌え選手です。さあ、第3ラウンド最終ラウンドスタートしました。またここも新見がプレッシャーをかけてくる。左のミドル、ミフク、左インロー、新見、そのダメージはどうか。高橋尚樹、いや、右のストレート、まあ、この圧力っていうところは中村さん、どう対抗していくんでしょうね。そうですね、まあ、高橋選手の方もね、前に出たりとか。おう、あ、右のパンチ効いたか効いたか効いたか、下がっていく、パンチラッシュ浴びせる新見隆人、追い打ちかける、コーナーとロープを背負ってスタンディングダウン、ダウンカウントが進む。新見のパンチのラッシュ、高橋崩れました。しっかりと構えた高橋尚樹、この試合2回目のダウンを喫している。さあ、左のストレート、さらにパンチで来るのは新見だ。新見選手はもうこれ、このままもうね、左、さらに追いかけるか。高橋なんとか返したい、何か返したいですね、高橋は。そうですね、ただちょっとこの展開でやっぱ下がるとね、もうちょっと受け続けちゃうんで。さあ、新見にはさらにこの追い打ちをかけていく策、残されていることでしょう。高橋はこれに対抗する策はあるのか。手を出したい。新見をまたしかり追い打ちをかけたい。そうですね、ね、高橋選手も相手のパンチ、まだね、返していくんで、はい、ちょっとね、それを警戒してるのかなと思うんですけど。まあ、新見はこの KO にこだわりたい、そういう話も出していました。まあ、2度ダウンを奪っている。この第3ラウンドも1回ダウン取りました。ここはこだわりたいところ。スリップです。さあ、高橋が勝つとすればもうあとは一発しかない。フェイントを見せる高橋、ハイキック。ちょっと新見選手も手が止まりましたね。そうですね、ちょっと疲れたんですかね。新見はどうしたんでしょうか。残り20秒、まあ、もちろんポイントというところでは圧倒的優位な新見ですが、前蹴り高橋、さあ残り時間わずか、右ストレート、ハイキック、空を切る。これで3分3ラウンド終了です。2度ダウンを新見が取りました。前に出続けました。安城市出身の新見隆人、地元での3分3ラウンドを終えています。まあ、本当にこのパンチ蹴りも合わせて多彩ですね、新見は。そうですね、まあ、あんまりね、こう一発でストンというよりはこう連打を効かすタイプだと思うんですけど、まあ、ちょっと、まあ、新見選手としてはやっぱこう楽しみたかったでしょうね。2度ダウンを取ったのは新見の方です。お待たせいたしました、判定結果をお知らせいたします。ジャッジ豊永30対25、
赤新見5ポイント差がつきました。ジャッジ加納30対26、赤新見ジャッジ岡田30対26、赤コーナー新見高人、大差の判定勝利となりました。これで新見は2連勝。またちょっと表情を抑えないところですかね、新見。まあね、やっぱり事前のコメントだったりでもやっぱこう倒して勝つっていうところにのこだわりってやっぱ強かったと思うので、はい、まあね、2ラウンド、3ラウンドそれぞれ1ダウンは取るっていう展開でしたけど、やっぱそういったところでは自分のこう求める勝ち方がなかったのかなとは思いますね。はい、まあ、となるとまた一つ課題が見えたというところですかね。はい、まあ、本当にこうレコードが、ね、安定している選手というか、そうですね、はい、そういうタイプなので、あとはこう試合の内容だったり、KO というところでお客さんをこう見せる試合ができるようになってくれば、またこう上に行くチャンスが増えてくると思いますね。これで9戦7勝となりました。さあ、さらに2020年ステップアップのその上が見えてきました。新見貴人です。